こんばんは、幕末宗男チャンネルでございます。今日はね、夕方お芝居を、見てまいりました。中目黒にありますね、ウッディシアター中目黒っていうところでございまして、まあこういうね時勢ですので、やっぱりお客さんをあんまりぎゅうぎゅう詰めないでですね、程よい、人数の、お客さんで、なかなか楽しいお芝居でございました。なんていうんですかね、結構ねシリーズでずっとやってるお芝居なんですね。で、第1回目は1998年に第1作目を、始めましてね、で今年はと第19作目ということでね、なかなかこれは、話題のお芝居でございます。で、このね中心になって全部やってる方が、渡辺敦さんという、敦っていうのはこう、ね、熱ですね、熱心の熱って書いて敦っていう名前でございますけれども、渡辺敦さんという方が、全部やっております。で、ご自分でね、この、デッドストックユニオンというね、こういう、まあ、お芝居の会社ですかね、まあ、グループっていうんですかね、こういうのを全部ご自分で、仕切ってやっておる方でございまして、いやー、なかなかね演技は素晴らしいね。で、ね、いろいろとこう、まあ、渡辺敦さんというのはどういう方かなと思って見たんですけれども、まあ、俳優とかねモデルさんとか、それから脚本家演出家、いろんなね才能を持った方でございましてね、まあなんていうんですかね、大学の時からね、そのモデル、初めからモデルとしてスタートしたらしいんですけれども、いろいろね、まあ、テレビとか映画とか舞台とかコマーシャルとか、いろんなメディアで活動を続けておる方でございます。まあ若い時にね、26歳の時ですかね、その自分の、まあ、演技の、まあ、技術をアップさせる、スキルアップさせるためにアメリカに留学、3年間くらいね留学しておりましてね、で、日本に帰ってきて、この、まあ、演劇ユニットデッドストックユニオンというのを立ち上げて、ずっと現在に来てるわけですけれども、いやーね、今回のね、このお芝居、民宿チャーチの熱い夜19、まあ、19回ってことですね。この、お芝居も全部作演出、それからねご自分でお出になってるわけでございますけれども、なかなかね、才能のある方でございますね。なんかこう作風はね、なんかこうポップな、人情喜劇、確かにね面白いですよ。それからやっぱりこう人情的なね、やっぱりほろっとするところがね、やっぱりこうずっと貫かれてましてね、それからやっぱりそのご自分のポリシーはね、面白いものを作るという、そういう、ポリシーでやってるようでございます。それでこのね、沖縄の民宿を舞台にしてこの、民宿チャーチの熱い夜っていうのをずっと続けてるんですけれども、これずっとね、まあ、シリーズで、続けておりましてね、まあギネスを狙う代表作とも言えるという、そういう人のこうずっと、なんか熱い熱を持ってですね、やってきておるわけでございます。で、まあとにかくね、このコロナの時にですね、まあどういうね今年は題材するかっていう、やっぱりこのコロナですので、やっぱりそのコロナをテーマにした、お芝居でございましたね。あんまりシリアスにもなんなく、かといってね表面的ではなくて、
やっぱり最後のいわゆる、最後ですね、エンディングはね、いや、これはもうほとんどの方がね、もう感動してね、もうしくしくもんでしたよ。やっぱりこうね、この、今コロナがね、なかなか収束しないで、でみんなやっぱりね、宿泊してて、ね、やっぱりこの舞台になってるね、この民宿チャーチのにね、やっぱり、集まってくる人たちも、そういうことでね、いろいろとこのコロナで、ある意味でこう振り回されて、なんとかこれを克服しようということで、ね、やっぱりできるだけワクチンを打って、やっぱり自分たちのこのね、地区をやっぱりね、健全な、そういう、マスクなしでね、自由に、こう活動できる場にしたいというようなね、そういう一つの目的で、お芝居の方は展開するわけですけれども、細かいことはさておいて、とにかく最終的にはね、とっても、このじ、えーとまあ、ご時世っていうんですかね、このコロナをテーマにしたね、いややっぱりこの医療現場だとかね、世の中の難しいことがたくさんありますよね。そういうことをね、うまくこう取り上げて、分かりやすく、そういう脚本になってましたね。そんなことで今日は、非常に感動的なお芝居を、見に、見てまいりましたので、ちらっとそのお話をいたしました。ありがとうございます。